ということで続きまして、これだけはして、今たまたまそこ通った男の人がいたんだけど、歩き普通にこうやって歩きながら、二度見されちゃったんだけどさ、緑だけでね、はい、こっち。はい、続きまして、商品に行きたいと思います。続きまして、はい、次、ロビンズジーンの、これで紹介するのそりゃそうだよ。背景、俺、給食こぼしたやつみたいじゃん。こちら、ロビンズジーン、スワロフスキーのデニム。そうです。どういった商品なんでしょうか。アメリカの、やっぱプレミアムデニムブランドで、ロビンズジーンっていうんだけども、ビバリーヒルズとか、ニューヨークにお店があって、はい、その他、世界38カ国で販売されてます。ロビンって、大貫さんに教えてもらったんですけど、これがつくんですよね。このキーホルダーがロビンのつくんですよ。そこにぶら下げてあるのっていう人もいる。これ結構本当にこれ欲しくて買う人もいるし、これだけ逆に欲しいっていう人もいるんだけど、G パンとかデニムを買わないともらえませんという。なるほど。これアメリカではアーティストによるロビンズジーンを取り上げた楽曲なども多数発表されており、ロビンズジーンではデニムを買い着用することですがステータスとなっている商品で、これこちらですね、ハンドメイドのアメリカ製ジーンズ。ハンドメイド、これだとまたね、大貫さんって言ったらもうね、キラキラ光るストーンだからね。このやっぱりストーンもやっぱりいっぱいついてますし、このエンブレムっていうかね、このロゴがすごくいいね、ブラックの翼でね、これがいい感じになっております。ちなみにこれって私ちょっといつも思うんですけど、オーダーメイドとハンドメイドってどう違うんですか？オーダーメイドは自分の体のサイズに、合わせて作るもの、オーダーするの、あ、その人のっていう、そうそうそう。ハンドメイドは、このステッチとか石とか、俺はアメリカの、作ってるとか見るんだけど、これ全部一個一個ね、カチャンカチャン機械でやってる。すごい。あ、本当だ。じゃあ同じものでも違うんですか？違うんじゃん、若干。でも、黒だからずれないけど、こう一つずつガチャガチャやってる。で、このロビンジーンは結構ね、アメリカの有名な方がいっぱい来てて、ブラッド・ピットとか、リアーナ、ニコール・リッチ、パリス・ヒルトン、マイリー・サイラス、シリア、あとビヨンセなんかも着用してます。あと2勝組、あと2勝組。これ、はい。はい、そうです。はい嘘、まさかの同意した見えはった。頑張ります。働きます、頑張って。いや、これでもいいよね。はい、やっぱロビンとかさ、こういろんなブランドをさ、聞くけど、これ、大貫さんが一番履いてるデニムで、一番長いのって、どれぐらい履いてますか？ロビン。これで5年ぐらい。5年。やっぱり変わります？変わるって。こう、なんだろう、こうサイズっていうか。いや、サイズは変わらない。変わらない。ね、すごいフィット感があるから、あんまりこう伸び縮みする感じする。でもデニムってだって5年履いてやっぱり味が出てくるじゃないですか。でも本当に長いデニムってどれぐらい履くんだろうね。いや、だって本当のヴィンテージって1930年代とか40年代から。じゃあ70年とかってことですか？よく原宿カフェで60何年ヴィンテージもの新品が出てきたとか。でもめちゃくちゃ長いですよね。20万、うん、100万ぐらいする。すげーと思った。ね、日本ではね、新宿マレーメンズさんとかでも売ってますし、あ、マレーじゃない、伊勢丹メンズさんでも売ってるし、これもね、LA でハンドメイドで作ってる、本当に手作りしてる。ここ見えますかね？うん、ブランドです。これは男性向けのカバンですか？いや、女性でも全然、トートなんで。うっすらなんですけど、ロゴがね、バックに あるので。よかったら、はい、翔平くんちょっとね、ジャージですから。ジャージだね。こんな感じになります。くそー、なんで投げるんだよ。こんな感じです。おお、急に変わった。いいですね。そのままこれでね、桜みたいですね。桜の花びら食べちゃう。悔しくなってる。いいですね。いや、
でもこれだったらなんか仕事とかで A4 用紙とかそういうのも全然入れれますね、こんだけ奥深かったら。で、あとはあのアメリカのね高級な百貨店でバーニーズニューヨークってあるんだけど、はい、そことかでも取り扱いがあって、有名なセレクトショップだったし、フレントシーガルなどにも置いてあります。マッチあります。アメリカの俳優さんのオーランド・ブルームとかが、使ってますね、プライベートで。いいですね、こうなんか、革ですよね。だからすごい長く扱いそうですね。でこれこそ本当に使っていくと、あちらで本当に自分が買って、自分の子供とかにまだいいね、うん、あでも懐かしい匂いしますね。懐かしい、ごめん、懐かしい匂いの意味を後で教えて、今じゃなくていい、後で教えて、考えるしかあげるから。いやいや、グローブロゴさっき見えた。あ、ロゴ入ってます。優しさだな。使い込むか使い込むことっていう感じの、ね、あこれ何こう思牛革、牛革なんですか、うん、イタリアンレザーだと思って、確か、イタリアンレザー、うん、これは牛革とかなんかこういろんな革あるじゃないですか、うん、牛だったらこういう部分が優れているとかそういうのって何かあるんですか。やっぱ丁寧をしていくと本当にこう底艶が出てくるし、うんうん、長く使っていいかもで、本当に、ね、LA の工房があるんだけど、もし傷とか入ったらそこで全部修理もして。あ、そうなんですね。保証付きなんですね、うん、でも結構ブランドもっていう言い方したらちょっと大まかだけど、大雑把だけど、ブランドもって本当その視点に持っていくと、うん、結構手直しとかしてくれるんですよね、うん、だから本当長く使えるからこそこうなんて言うんだろうね、そういうのみんなの目線が一斉にねあっちを向いちゃったんだけど、今日大貫さんの友達がね来てるのよ。あ、でももう一つ、うん、はい、あるからね、ちょっと楽しみにしてください。はい、よろしくお願いします。続きましての最後の商品ですね。はい、次がピュールドパリというブランド、こっちに行こうか。ピュールドパリというブランドの、ネックレス。俺今日仕事なんもなかったあるの、大事だよ。ブイブイ言えばいいんだよ、ブイブイ言えば。ごめん、前ごめんなさい、前ごめんなさい、こちらですね。今行こう。アイコンティのキュービックジコニアがついてる、胸元揺れるペンダントになります。ダンシングソン、うん。で、これも、高色のロジコリングをしてある、シルバーなんですけども、シルバー特有の、変色をしないような加工もしています。で、これはね、長さが調節できるハート型のチェーン、はい、うん、で、アジャスターがついてて 3.5 センチ、幅に余裕があります。かわいいでしょ。かわいいですね。ダンシングストーン、まだ戻ってる。じゃあダンシングストーンっていうのは、ちょっとした動きとかじゃなくて、人間ってさ、呼吸するじゃん、血液流れるじゃん、はい、でも、本当にわからないくらいで人間って揺れて振動してるんだって。それに反応して揺れるの、ダンシングストーンで、キラキラする。そう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 。クミちゃん似合いそうだけどね、そうですね。え、これすごい欲しい。なんか、本当に欲しい。こういう形のパン売ってますよね。パン売ってないよ。ねじりパン。そうそうそう。ねじりパン。なんか、あ、美味しそう。なんていうのかな。清楚系な、例えばフレンチ食べに行きますとか、うん、そういう時になんかドレスコードって絶対あるじゃん。うん、また長さを調節できるっていうところもまたポイントですよね。うん、さっきのほら大津さんみたいにさ、ここがちょっとでか長かったらさ合わないなっていう時に、それが2段階、3段階で調節できるっていうのはすごくおすすめっていうかいいね。合わせやすい。確かに。いいね、これ一つ